緩やかな月のリズム、急がないで、慌てないで、焦らないで、月明かりの中で事の葉を紡ぐ。ここは音楽のスピリットとピースマインドを伝える光のカフェ、ウォンとはるかのムーントークカフェ。こんばんは、ウォーミンさんです。こんばんは、武田遥です。12月2日金曜日午後7時になりました、今まで、前回前々回そして前々前回に引き続き、光の世界にのご紹介をさせていただいています。はい、4回シリーズの4回目ですね。はい、で2日後、12月4日にはハマリキュー朝日ホールでコンサートやるわけですけれど、感無量ですね。はるかさんにも詩を朗読してもらったり、そしてこの、CD 光の世界への参加してくださった歌い手さんたちを大体紹介させていただきました。はい、いろんな思いをこの CD に注いでいて、4回目なんだけど、言い足りないよなーなんていうか、説明足りないよなみたいな、そんな気持ちもあるんですけれど、この CD は収益、純益って言っていいのかな、ほとんど全部全額を NGO4 つのNGO に送ることになっても寄付をねされてらっしゃるんですよね。これはそう、このFriends Without Border っていう NGO、 この Friends Without Border は、南アジアで子どもたちの医療を頑張ってやっているグループなんですね。カンボジアと今ラオスに、頑張ってるんだけれど、小児病院を立ち上げて、すごい有料 NGO ですね。でもう一箇所がジムネット、日本イラク医療支援ネットワークっていうふうに、言うんですけれど、このグループはイラクの子どもたちの、特に小児がある、劣化ウラン弾っていう、放射能を帯びた、兵器を使ったんですよね、アメリカサンタはさんたちは、軍事で、でその影響で会うことはほぼそうなんだと思うんだけれど、そのためにこう子どもたちが結構苦しい思いをしている。それを、ジムネットは、医療活動してるんで、彼らにも、応援したいなと思っていて、それと JVC、日本国際ボランティアセンター、この NGO ね結構大きい、日本の NGO の老舗そうですか、と言われているぐらい歴史があるグループなんだけれど、ここにも応援したい。そして国境なきアーティストたちっていうNGO があるんだけど、このグループにも送りたいのね。もう子どもたちはこの国境なきアーティストたちでも、実際には子どもたちの絵を紹介したりして、子どもたちに絵を描いてもらったり、実はジムネットでも同じようなことやってるんだよね。で子どもたちがすごい絵を描くんだよ。彼らはその戦争体験をしている。で戦争体験を絵に描くんだけれど、なんていうのか、僕たち今インターネットではを通して戦争の惨劇を見ることが
できるよね。今実際に例えばシリアなんか爆弾が落ちていて、子どもたちがもう本当にもう命のだけではなくて、もう本当にもう見てられないぐらい、なんていうかな、残虐なことをまあ負ってしまってるんだけれど、でもその子どもたちが絵を描く、その戦争の体験、もうそれはね、なんていうかな、もう実際のその爆弾とか戦争シーンを見るよりも、ほら見たくないじゃない、そういうシーンって、なかなかね、うん、でも子どもたちが絵を描いてるのを僕たち大人はやっぱり見ざるを得ないっていうか、本当にね、うん、これをね、僕そのジムネットや国境なきアーティストたちからその絵を借りて、今回あのビデオ作品、まあ、プロモーションビデオを作りました、はい、それをねぜひ見てもらいたいんですよね、うん、YouTube でアップしてますので、光を世界へで検索してもらって、その子どもたちの絵をぜひ見てもらいたいし、写真もねたくさん子どもたちの写真もアップしてます。 Friends Without Border は実は写真家の伊豆健郎さんという方から出発してるんだけど、伊豆健郎さんは写真家ですので、子どもたちの写真撮ってます。それから奥さんの由美子さんも子どもたちの写真撮ってます。その写真もすごい子どもたちの中の写真っていうのはやっぱり存在感がすごいんだよね。そういう中でも笑顔を見せてくれるっていうのが、はい、ちょっとこちらの心が痛むような、そうですね、でも本当にね、こう皆さんに見てもらいたい。本さんはその子どもたちが描いた戦争の絵をご覧になってどんなふうに思われました？うん、まず言葉を失った、ね、まあ、彼女らがその絵をその描き方なんだけれど、やっぱ絵の中にさ、こう機関銃とか鉄砲の弾が描かれていて、その向こうにこう人の絵が描かれていて、場合によっては血を流していたりとかしてるわけじゃない。子供たちがこういうシーンを見てるってことがもう驚愕で、その記憶がいて彼ら その未来にどんな影を落とすだろうかっていうふうに考えると、なんかもうちょっといたたまれない。日常の光景の中に戦争がある、うん、で今本当に戦争、シリアの戦争を一つとってもなんていうか、誰が悪いのか分かんない。そうですよね、うん、もうあまりにも複雑で、でもやめようとしない。でも儲かってる人たちがいるんだよ、この戦争でね。軍事産業って言われたり、その軍事産業にお金を注いでる金融、でその金融の向こう側には実は僕たちの貯金だったりするから、それが流用されているわけですからね、うん、本当にね、今システム、日本世界のこう金融システムとか非常に複雑になっているために、自分たちが銀行に預けたお金がどう使われているかって分かんないんだよね。で僕たちも実を言うと戦争に加担してたりするっていう現実があるので、知らない間に加担していることになっているという、そういうことですよね、うん、そういう、もう本当に油断できないだから平和を訴えるだけではなんか実際に平和がやってこないっていうことだよね。まあそんなわけで、はい、この光を世界の収益を、 CD の収益をその今ご紹介した NGO たちに送ることで、少しでも、そうですね、助けになれば、うん、救いになればなとは思っています。でこの CD を作る上で、僕が声をかけた友人たち、コーラスの人たち、スタッフたちが、まあ、一生懸命映像スタッフも入れて頑張って作ってくれました。それをぜひ見てもらいたいし、聞いてもらいたいし、その1枚1,000円ですので、ぜひ買っていただいて、ね、買っていただくとその収益が、うん、
各団体に送られて子どもたちの命を助けることになりますから、そうですね、うん、そしてぜひコンサートにも来てもらって、一緒にこの最後のコーラス部分を歌ってもらいたいですね、うん、そうですね、 Yes all yes 平和の鐘を鳴らそう、 Yes all yes 光を世界へ送ろう、全ては愛だと気づくだろう。これちょっとね、僕もう一度ね、はるかさんの朗読で聞きたいな。はい、ありがとうございます。では読ませていただきます。ウォーミンツアン作詞作曲、光を世界へ、 Yes all yes。 命と命が出会って、小さな命に連なる愛は世界中を巡り続ける。憎しみを手放し、いがみ合うこともやめるよ。みんなで勇気を出せばきっとできるさ。弱い命に寄り添って感じ合えればいいよね。愛は世界の家族に降り注ぐだろう。 Yes, all yes 平和の鐘を鳴らそう。 Yes, all yes 光を世界へ送ろう。 Yes, all yes 全ては愛だと気づくだろう。戦うことをやめると痛みの中で誓った、平和をみんなで望めばきっと叶うだろう。世界がつながり合って分かち合うことができれば、喜び、幸せ、豊かさ、美しさ、世界にあふれる。 Yes, all yes 平和の鐘を鳴らそう。 Yes, all yes光を世界へ送ろう。 Yes, all yes 全ては愛だと気づくだろう。ありがとう。いえいえ、ありがとうございました。まあ、最後に全ては愛だと気づくだろう、まあ、この言葉を書くときにやっぱりすごい躊躇があった、躊躇するものがあった、うん、だってさ、憎しみもたくさん溢れてるし、うん、戦争は終わってるわけじゃないじゃない、ね、でみんな豊かでもないし、愛なんてないじゃんって言われてもねえ、反論できない気持ちも確かに僕の中にはあったよね。で世界は今本当にひどい状態だなと思うし、うん、なんか本当ごく少数の人が巨万の富を独占していて、でお金のために戦争を起こす人がいて、まあ、政治は国民をないがしろにするどころか暴力を加えているような国もあるし、もう本当に暴力に怯えてる人、貧困の苦しみにあえいでる人ね、飢餓でもうこの今日一日が生きていられるかどうか分かんない人たちに溢れてるんだもん。だそうやって考えると愛、全てが愛だなんてちょっと言ってられないよねっていうような気持ちも僕の中にあって、とても言い切れるような状況じゃなかったんだけど、なんか僕ね、なんかこういろいろ感じてる間にね、いやそんなことはない、僕たち今ここにいるってことは愛の証じゃんっていう、なんかそんな気持ちが少しずつ芽生えてきたんだよね。なんかはるかさんも今度 あの自分を愛することっていうテーマで、まあ講演活動やトークライブやってますよね。どんなふうに思われてるんですか。まあ、日本の場合はまたね、今戦争が起こってる地域とはちょっと違って、ある程度は豊かである、つまりもう食べれなくて死んでいく人っていうのは、まあ、いらっしゃるけれども、数として見たら、世界から見たらかなり少ないと。でただその分孤独が増えている、うん、
で、その孤独っていうのは自分は愛されていないんじゃないかっていう思いの孤独であったり、アイデンティティの欠如であったり、自分は必要とされてないとか、誰からも愛されてないとか、いわゆる自己否定の思いがね、やっぱり結構ね、心の奥底にね、すくっているんじゃないかなと。というのも私自身がそうだったので、そこからまあ立ち上がることを体験してきた上で、やっぱりまずは自分を愛そうと、いくら人を愛そう愛そうと言っても、自分のこと好きじゃないのに人のことを愛するっていうのはすごく無理があるし、あの人を許そう、あの嫌な思い出を手放そうと思っても、自分をまず許さないと周囲を許していくっていうことがね、ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですね。だからまずはできない自分も、少々ダメな自分も、全部ひっくるめて、いいも悪いもひっくるめて自分を認めていくことを、一歩ずつちょっとずつやっていく小さな努力をね、すると、なんか少しずつ人生は明るい方に来たよねっていうのは、それは私の体験なんですね、うん、でやっぱり愛されてないで育ったっていうわけではないと思うんですよ。多分祖父母なんかは可愛がってくれましたし、ただ生みの親との関係性が私はすごく少なかったので、母親の顔も知らないで育ちましたから、もう赤ん坊の時に両親が離婚していて、それでまあ周囲からはかわいそうな子みたいな目で見られていたみたいなんですけど、子供の私は全然分かんなかったんですけどね。ずっと大きくなるにつれて、家庭内暴力で生みの父親から随分虐待を受けていたこともあって、自分を否定する人生がすごく長かったんですけども、でその時に、ある時ですね、瞑想していた時に、私はなんでこんなに愛を求めるんだろうっていうのをずっと自分に問いかけたら、ポッと出てきた答えが、私は愛されることすら恐れていたというのが出たんですよ。で同時にビジョンで赤ん坊の私が泣いてる私が見えて、あんなに私のことを愛していてくれたお母さんですら私を置いて出て行ってしまった、つまり母親に捨てられたっていう思いが赤ん坊の私は持っていたわけなんですね、でそれはもう俯瞰して見てるので、恨んだりとか悲しかったりとか辛かったっていう思いは、全然その瞑想してた時の私には全くなかったんですけれど、で大人の私が思った時に、赤ん坊の私はそうやって捨てられたっていうね思いしか受け取ってなかったんだけども、大人の女性になった私として見たら、子供を置いて出て行かなきゃいけなかったのはどれだけ辛かっただろうっていう思いも自分の中で理解できたんですね、だから今回の私の人生はそういう負荷を背負って生まれてくるっていうことを織り込み済みで出てきていて、でそこからこうもう一度愛について考えて、自分の中を愛に満たしていくという学びをねさせていただいたんだなっていうふうに思うんですよね。だから子供ってね、周囲の大人がいくらこう愛だ愛だって思っていて、で大人の都合で子供をちょっと振り回すなんてこともあるし、でも大人の事情は子供ってやっぱりわからないから、大事にされてないとか愛されてないとかってきっと思っちゃうことって多いのかなって思いますよね。そこで多分親子の葛藤とかっていうのが後々出てくるようなね、気もしますね。でもウォンさんがね、この文章の方にも、ブログとかでいろいろ文章として発表されている中にも、私たち人間は愛されて生きていけない存在であると、母親から生まれた瞬間から誰かに愛されないと生きていけないのです、母親に抱かれ母乳を飲み、うんこやおしっこの面倒を見てもらって初めて生きていけるのです、ほっとかれたらたちまち死んでしまうのが赤ちゃんです、つまり人は愛されないと
存在しえないのですというのがやっぱりね響きますね。ありがとうございます。本当にね、僕もやっぱり愛がテーマだったと思うし、すごく求めていた。ボンさんももちろんやっぱり僕もどっかで愛されてないっていう思いがすごく強くて、どっかで OK 愛されてないなら愛されてなくていいよ、僕は一人で生きるっていうか、だから非常に強い人間なんだよね僕ってね。うん、すごい、だから愛されないことでこう弱くなるタイプじゃなくて、こうなんていうか、こういいよ俺なら俺で行くっていうような、そういうタイプだったね俺ね。まあ、ある意味ハングリー精神というか、うん、だからすごいどう、そうだね。でもこうやって、まあ、今もう67ぐらいになっちゃって、いろんな体験の中でいろんなことが分かってくる中で、いやちゃんと愛されてきたじゃんっていうのがね、ただ十分じゃなかったかもしれないし、いつも僕も愛に飢えていたし、で逆に愛を受け取ってることができなかった自分もいるし、ああ分かります。それもちゃんと愛されてたのにそれを受け取ってない、受け取るつもりないよ俺っていうのがどっかにあったりとかねして、うん、すごくこうやっぱり、うん、ジタバタしてたんだと思いますけどね。そのお盆さんがやっぱり愛が全てなんだよって、ね、なんかね基本的にそのまあこれ心理学的な話なんだけど、子供ってほら お母さんのお腹にいるわけじゃない、うん、その時は完璧なんだよ、完璧な愛に包まれてる。でも生まれてくれるとみんな誕生してさ、みんな喜んでるけどさ、ある意味お母さんから引き離された体験なんだよ。あ、一体感からそうだね外れていくってことですね。そしてその後一緒だったお母さんは、でここにいるお母さん僕自身もしくは私自身なのに、いやこの人は私じゃないんだって気づく瞬間があるんだって。母親 との一体感を引き離された瞬間っていうものもその後数ヶ月の間に体験するんだよね子供は。つまり必ず人間は宇宙から切り離された、母親から切り離された、つまり愛を引き離されたという体験をする存在なんだ。その体験がやっぱり必要だから、うん、神様はあってもし神がいるんだとするならば、うん、なぜか分かんないけどそういう体験を僕たちはすることになっていて、それを思い合わせる長い人生の中でそのことを埋めていく、もしくはその覆ってしまったその喪失、愛の喪失を自分に受け止めて生きていく、そしていくのが、まあ、人間なんだろうね。でその受け止められない人が何ていうの、愛に気がつかないっていうかね。ああなる、うん、なんか分かる、分かる気がする。で右往左往してお金に、お金をもう一生懸命つまり愛の代償を抑えようとして埋めようとして埋めようとして違うものへ選んでいくっていうかね。まあここら辺ちょっとうまく僕も今説明できないな、うまく説明できてないなっていう感じがするんだけれど、でもなんか知らないけど僕は今愛に満たされているんだよね、うん、ね、はるかさんに愛されてるし、はい、ね、羽村さんにも愛されてるしもちろん家族にも友人たちにも、うん、愛されてなかったら僕は今いないよなって感じが、みんなに愛されて、ほらなんかさっき冗談で前回言ってたけど、みんなに愛されてる僕ですって言ったらあれ冗談じゃないんだよね。なんか僕の中にはみんなに愛してもらってるから僕はこうやって生きてて喜びを感じつつ音楽をやれていてこうやって活動している。でそれは僕だけの問題じゃない、もうみんなもそうなんだよな。それを受け止めるかどうか、気づくかどうか、気づくかどうかはその人の選択なんだよな、うん、何を求めるかによってね変わってきてしまいますからね、うん、本当にそれこそ幸せな追い取りではないけれども、うん、自分の幸せや愛はちゃんと自分の手の中にあると、うんうんうん、
気づきだけだよなとか常に思ったらば、全ては愛だと気づくだろうっていう、なんかそんなことが出てきたかな。あの曲がね、私もあの音楽番組いろいろやってきた中で、曲が一つの使命を持って一人歩きをしていく曲ってあるんだなって思うこと何回かあったんで、それこそイマジンとか、そう、ね、あのいつスモールワールドじゃなくてあのウィワーザワールド、ボケてるわけじゃないんですけどね。これカットしないで置いときましょうね。本当にもうマジボケになっちゃった、まあ、そういうね、ウィアザワールドとかみんなのこの愛の思いが結晶して、曲自体がもう働きを持って動き出すっていう曲がやっぱり何曲かあって、今回のこのボンさんが初めて作詞をされてプロデュースをされた光を世界へ、この曲もそうだなっていう気がするんですよね。ありがとうございます、うん、そうね、あのもう本当に自分のやれることなんて大したことないし、これがどれだけこうあのね、あの人に伝わっていくかもちょっと僕には全然分かんないんだし、でも伝わる伝わんないよりも自分がこの曲にたどり着けて、でその曲を介して歌ってる5人、それからゆかさんを含めたコーラスの人たち、そして関わったスタッフたち、ミュージシャンたち、でその向こう側に広がっていくあのこの曲を愛してくれてる人たちに、なんかこう自分がこう出会っている、それだけでいいかなっていう感じですね。まあ、結局人間死んでいく時って何にも向こうに持っていけないわけで、うん、私以前ね、あの素敵なお姉さまから言っていただいたのが、はるかちゃん向こうの世界に帰った時にね、まあ、神様がいたとして聞かれることっていうのは2つしかないのよって、楽しかったですか、たくさん人を愛してきましたか、この2つしか聞かれないって言われて、それはね、あの向こう側に行ってからじゃなくて行く前に直前に自分で自分に問いかけると思わない直前にさ、ね、これから僕は旅立つよね、うん、でその時、はあ、こんなにみんなに愛された、みんなに僕は、そして僕はみんなを愛した、それで、ね、そういう自分にこの人生は本当に良かったよねっていうふうに言えたら最高だよ ね、 ね、私この間ねちょっと遺言を書いたんですよ。ああ素晴らしい。いやいや、遺言めいたこと、何かあったら、うん、あの見てくださいねみたいな、だからそれこそキャッシュカードの暗証番号だとか、うん、そうそうそう、パスワードだとか、そうそう、あのこの子にはこれをあげてとか、誰々さんにはちょっとお礼をねまで言ってなかったからお礼言ってとかって、別にあの自分が死のうとかそんなんじゃなくて、何かあった時のために、うん、でもとにかく父親とワンコのことはよろしくみたいなことを主人に書いて、でまあいろいろ大変なこともあったけれども、もう今楽しくてありがたい思いしかなくないみたいなことを書いてる自分がいて、本当に感謝と楽しかったことしか出てこないんですよね。あの恥ずかしい話なんですけどね、あそこにしまってるあれは見ないで処分してくださいとか、あの本棚の奥にしまってある本は見ないで捨ててくださいとか、そんなのが一個もなくて、私何にも秘密のない女だなと思って、素晴らしい、素晴らしくないですけどミステリアスないなと思ってでもやっぱりね、やっぱり結婚してると1回か2回か3回か4回かはもう絶対別れてやるって思う時ってあるじゃないですかあれ神前結婚で誓ったんじゃないの、誓ったけど誓ったけどもうそこをこらえてつなぎましたけど、でもそういうの全部忘れてて、でやっぱり愛が全てなんだなっていうのをクローンさんがいたところに帰結してる自分がねいて、まさにこの通りだなってね思いましたね。はあ、ありがとうございます。で、まあなんていうのかな、そういうなんていうか時間を、まあ、
つながりを確認するというか確信するというか、そういう意味でね、今度のあさってのコンサートを、まあ、僕自身が一番、望んだ時間なので、ぜひ皆さんもね一緒にそこにいてほしいなと思いますね。アーティストの皆さんもね楽しみにしてね、あさって来てくださいますから、はい、ぜひねその思いを分かち合って共鳴してね、歌い手さんたちの思いを受け取ってほしいし、みんなさんの思いも僕 も受け止めたいなというふうに思ってます、はい、ぜひぜひ12月4日は浜離宮朝日ホールにお越しください。また詳細は本さんの里和のホームページに載っておりますのでチェックしてみてください。そしてね、一緒に最後はイエス、オールイエスと一緒に歌ってほしいなと思います。手振っちゃいましょうか、こうやって、ね、もうやりましょうね、みんなでねでも一年の締めくくりで、その愛についてとか平和についてとか思って、新しい年を迎えられるね私たちでありたいって、その思いが一人その思いに目覚めていけば、お隣の人にもきっと伝わっていくでしょうし、たとえコンサートに来なかった方でも、ご縁があってその方にその話が届いたら、あ、そうよねって思ってくださったら、またそこで光が広がっていきますからね。そうだね、うん、僕は、まあ、世界へ、まあ、この音楽を発信したんだけれど、伝わるのは隣の人なんだよね。でも大事なことですよね、一人一人につなげていく、それの連鎖がきっといつか世界につながっていく。少しね時間はかかったとしても、息の長い曲となってフォーエバーとして歌い継がれていけたら、こんなにいいことないですよね。あのいつか学校の教科書、音楽の教科書に載ってほしいですね私としてはそういうのこと、そういうことは考えたことなかったねでも子どもたちが歌ってくれて、文化祭とかでね歌ってくれたら、やっぱり嬉しいなと思いますね。はい、ではお聴きください。光を世界へ、 Yes or Yes。 命と命が出会って小さな命に連なる愛は世界中を巡り続ける。憎しむことを手放し、痛み合うこともやめるよ。みんなで勇気を出せばきっとできるさ。命に寄り添って感じ合えればいいよね。愛は世界の家族に降り注ぐだろう。光を世界へ送ろう。
かち合うことができれば、喜び、幸せ、豊かさ、美しさ、世界に溢れる。イエスオールイエスをお聴きいただいています。今日のラストナンバーです。あさって12月8日、このコンサートにご出演いただける方のお名前もう一度ご紹介させていただきます。はい、鈴木茂子さん、及川光平さん、大塚雅治さん、内田達也さん、そしてトークで湯川玲子さん、そしてコーラスグループ東京女性合唱団、そして僕の息子の大峰志君がサポートしてくれます。はい、もう総勢集まってコンサートをお送りしますので、はい、ぜひ会場に足を運んでください。そして一緒にコーラスを歌ってください。はい、お席なんですけどまだちょっとあるようですね。そうですね、あの当日券もありますので、ぜひいらしてください。ぜひぜひいらしてください。4回シリーズでお送りしてまいりました。はい、充実した4回でしたね。いろんなアーティストの方が、力を貸してくださって。そうですね、もっと今度はもうお一人お一人呼んで、あのお話を伺えればいいかな。ゲストトークでね、ぜひ来ていただきたいですね。はい、それも楽しみです。はい、もうね、暮れになってきてちょっと空気も乾燥してますし、寒いから皆さんね、風邪などひかぬように。そうですね、来週は12月の9日ですね、この番組。はい、9日金曜日また7時からオンエアの予定です。この番組への皆様からのご感想もお待ちしております。宛先はポッドキャストの添付テキストの記載にある宛先までメールでお寄せください。お待ちしております。お相手はウォンウィンさんと武田遥でした。ではまた来週。また来週。ウォンと遥のムーントークカフェ、この番組はサウンドウェアブルームーンの提供でお送りしました。